ってっと。こいつがメメントスの最深部の扉ってことでいいんだよな。そのはずよ。どうかしたの？いや、見た目とか今までのと一緒だし、開いちまえばあっけねえなって思ってよ。こりゃちょっと力みすぎだったか。予想外の事態がないのはいいことだ。気にせず進もう。こりゃなんかでかい化石みたいな。これがお宝。待て、横に見えてるあれはメメントスを走っていた列車だろ。大勢見かけた連中の目的地はここだったということか。人が出入りしてるってことは壁の向こうにも。まだ違う、壁じゃなくて巨大な扉なの？となりゃお宝はさらに奥だな。気を引き締めようぜ。研ぎ澄ませ。本当に扉なのか？こんなもんどうやって開けりゃ。難なく開くか。やはりこの先が異世界ナビの示してた最深部ってことなんだろう。待った、この扉開ける仕組みがこっち側にしか。どういう意味？分厚い扉の中身っていうか構造がちょっとだけ見えたんだ。この扉開けるための仕組みがこっち側にしかない。これじゃあまるで中のものを閉じ込める扉。待って、じゃあ脇から入っていく人たちは自分から閉じ込められに。何なんだここは。感じたことのない不気味さだ。入ってみりゃわかるぜ。行くぞ。けど、
感じるぞ。なんだここ。あれ、つけられてるの鎖？牢獄ってこと？誰が捕まってんだ？誰っていうか、誰かのシャドウなんだと思うけど。何か喋ってる。お前もそんなところにいないで入れよ。ここは安心だぜ。勝手に開けたりしないでよ。ここを出てく気なんてないんだから。ここにいるのが安心？何を言ってる。牢屋に入れられてるんだぞ。鴨志田の城を思い出すな。まるであそこにいた奴隷だ。そうとも、結局ここが一番いい。ここの奥深くには望みを叶えるシステムがある。望みを叶えるシステム？本当にあるのかそれ。無駄よ、この人たちには通じない。まさしくこの景色同様歪んでいるな。牢の外にいるからそんな悩んだり探したりする羽目になんだよ。生きるには知らなくていいことだってあるんだ。その通りじゃな。システムの話、それに開かずの独房の話。開かずの独房？誰が捕らえられているの？噂じゃ真に危険な滞在人が入っとるらしいが、誰がそんなもんに自分から触れるものか。さあそんなところで立ち話もなんじゃ。中に入ってきたらどうじゃ。モナ、ん？お前らなぜ出歩いている？拘束具はどうした？やべ、拘束具の未着用は認められていない。異分子は排除する。みんなしっかりしろ。目の前の敵に集中だ。落ち着け。ジオン属性は向こう。
強敵だし、即死効果を狙いたかったけど、甘くないわね。いざなぎの狼、奪え。なんと、おお、ジョーカーかっこいい。迂闊だったな。牢獄なら当然監視もいる。てか待てよ、鴨志田の城とかと違ってここみんなのパレスなんだよな。誰が捕まえてんだ？モナちゃん、思い出した、この場所見たことがある。待ってよ、ここって今日来るまで開いてなかったのよ。すまない、そんな気がしただけだ。でも何か大事なことを思い出せそうな気がする。そういや、ここまで来んのはお前の元々の望みだったわけだしな。なおさら先を急ごうぜ。それに支配している主が誰なのか実に気になる。ああ、そうだな。待って、ここの人たちは。放っておきましょう。メメントスを消せば同じことよ。つうか長居してると危ないぞ、進もう。暴いてやる。こっちが有利だ。お宝持ってるかな。暴いてやる。何事です。危ないやついるぞ。相手は隠した。疾風属性の攻撃で倒して。この技じゃない。
すぎて相手にならないな。暇だ、もっと強いの見つけ。何か。よし、行くぞ。Thank you.
なる？暴いてやる。ボンドの扱いも知らないの？正解。これで負けたら勝負しないからな。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。ペルソナ奪え。さて、余裕の勝利ってやつだな。正体を見せろ。潜入策は？こっちが有利だ。焦るなよ。敵ドン。さすがジョーカー。まだ終わらないぞ。敵ドン。さあ、かなり腹を持った。これで敵を倒せるよ。これで一掃ね。よし、この程度余裕だもん。何か体を見せろ。手荒すぎない？不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。アイテムゲット。ここでペルソナだ。なんだか、ちゃんと狙え。はい、ノアールが攻撃をかわした。はぁ、そのターン、うん、はい、はい、どうか敵を撃破。さすがやれ。任せるがいいけど、次取れ我がパンチ。みんなお疲れさんだ。シャドウ撃破だ。さあ、このまま進むぞ。暴いてやる。潜入策は？変なの発見。何かしてくるかも。やってやる。奪え。敵だ。さすがジョーカー。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。よろしく。まだ終わらないぞ。我が決意の証を見よう。
爆発したくなることもある。よし、あら、大したことなかった。感じるぞ。暴いてやる。こっちが有利だ。焦るなよ。敵ドン。さっそくジョーカー。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点を。よ、わかりました。次行けば。次。壊れちゃえ。誰かとどめを。邪魔。邪魔。敵を撃破。最後。行け。おとなしい。これで総括だよ。総攻撃。はい、終わり。この程度余裕だもん。正体を見せろ。正体を見せろ。暴いて。暴いてやる。暴いてやる。感じるぞ。
間合いに入った。チャンスよジョーカー。暴いてやる。ただ無理をつけろ。これで負けたら承知しないからな。くらえ。さすがジョーカー。俺にやらせろよ。敵だ。助かる。まだいける。これで敵は倒せるよ。さて、あれ終わったのか。負けないな。暴いて。でも暴いてやる。俺をどうするつもりだ。こっちが有利だ。焦るなよ。敵だ。さすがジョーカー。落ち着け。よろしく。よし、第二答え行けな。引導を渡す。人が配当したことは
さて。な。正体を見せろ。侵入者とは。チャンスだ。お宝持ってるかな。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。相手は隠した。疾風属性の攻撃で倒せ。今の感覚を忘れないようにね。みんなお疲れさんだ。うん、感じこのぐらい楽勝だよ。正体を見せろ。ここ認知世界の影響が弱い。セーフルームがあるかも。ここはセーフルームにできそうね。そうだな。大丈夫。どうだ。行くとするか。やるか。何か。うん。研ぎ澄ませ。乗れ。こんなの足で進んでたら日が暮れちまう。あんたは。カモシだ。先生、いや、まだらめ。こっちは金城よ。もしかして奥村社長も。お父様はもういないから。ごめん。ううん、そんなことよりあれを見て。指導正義。どうなってやがんだ。パレスが消えて改心したはずの奴らじゃねえか。
相変わらずいい体してんな。もっとこっち来いよ。あんた。冗談だ。もう面倒はごめんだ。せっかく何も考えなくても生きていけるようになったんだしな。自分には才能があるなどと勘違いして身の丈に合わん欲を抱いたのがバカだった。空気読まない奴は叩かれて当然。大物のふりはもうやめだ。バカでいいじゃないか。バカだからって罰を受けるわけじゃない。いいんだよ、自分以上を目指さなくてもさ。以前とは別人だが。改心したからというわけでもなさそうね。まさか歪んだ欲をなくしたおかげで囚われた人生を選ぶようになったってのか。奥村なら残念だがいないよ。死んだ者はさすがにどうしようもない。すまなかったな。ええ、分かっています。ご丁寧にどうも。ついでに教えていただけますか。ここは一体何なんです。太閤の牢獄と呼ぶらしい。太閤。ここが自由でないように見えるかね。とんでもない。ここでは誰もが最高の自由を得られるのさ。自分で悩み考えることからの解放、選ばなくて良い自由をね。私の作ろうとした国家よりはるかに素晴らしいものだ。考えることから解放ってそんなの。だがここでおとなしくしていられない愚か者もいる。いわば脱獄心。まあかつての私たちのことだな。そういうものはこの安住の世界から隔離され、自分一人のパレスに閉じ込められる。それがパレスの主。お前らに改心させられて感謝してるよ。ここへ戻ってこられたんだからな。俺らがここへ。分からなくなってきた。俺たちは認知世界を使って一体何をしてきたんだ。それはそうだが。惑わされんな。今日だって世直し怪盗団つってここ来たんだろうが。考えないでいい自由なんて、そんなの別の誰かに支配されるってことでしょ。教えて、ここの主は誰。誰がここ。おかしなことを聞くな。そんなもの回収皆に決まっているだろう。学校でも習うだろう。民主主義の国の主は大衆だよ。くだらねえ嘘つくんじゃねえ。だってさっき監視が嫌がったぞ。誰かが見張ってやがるってことだろ。確かに見張っているかもな。我々自身が我々皆をね。そんな。牢獄を荒らされまいと思ってるのは誰よりも囚人自身ってこと。こんな野郎の話はどうでもいい。どうせメメントスごと消しちまうんだ。とっとと先行こうぜ。モナ、お宝は一番奥だよな。モナ、やっぱり覚えてるぜ。ここ我が輩はここの人間たちを見て自分の姿だけなぜか違うことに気づいて。そうだ、だから人間に戻りたいって思った。じゃあメメントスをなくせば姿が戻るって漠然と分かってたのはそのせい。すまない、ところどころまだ抜けてる。でも手当たり次第にパレスやらを探り始めて、次の記憶はもうあのクソったれカモシダのパレスだ。そうか、だんだん思い出してきたぞ。何をしている。また出た。しかも多いし。クソ
そ、油断しちまった。走りましょう。脱獄者を発見、速やかに捕獲せよ。正体を見せろ。ひどいやつ。もう進めた。氷結は向こうよ。弱い敵だけど油断しないで。いただいていく。空腹属性が効果的ね。隠した相手に取りこぼさないでね。そこか。さあ、次に行きましょう。さすが。さて、手応えのない相手だったな。正体を見せろ。こっちが勇気か。縁が利かない。格下なのに厄介ね。やるなら人を殺せるなら。仕留めきれなかったか。去れ我が犯人。メリクリウス敵ダウン。ほらもっとも。バトンまだ終わらないぞ。やつらを撃ち出し感覚を忘れないようにね。先を急ごう。うん、感じるぞ。力の差が実感できる戦いだったわね。見せろ。何事です。こっちが有利だ。やっアンス弱点をつけるみたいだ。嘘だ。やってやる。さて、かなり余裕だったわね。感じるぞ。
暴いてやる。さて、あれ終わったのか。研ぎ澄ませ負けないね。下せんな。間合いに入った。チャンスよ、ジョーカー。暴いてやる。俺をどうするつもりだ。追撃成功。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。ハグヤ。いや、ダメだ。巻き起これ。ヘーラー、ライトだ。弱点に引こう。ここで手こずってられない。みんなお疲れさんだ。よし、研ぎ澄ませ。ちょっと物足りないかな。研ぎ澄ませ。
下せんな。